これな。あの、このね、ワンプレイで落ちてくるミッコの死因を青色にしよう。これびっくりマークで。どうなる？あ、2個に下げるんだ、これ。ミッコを青色にしないといけないんだよ、これ。どうやってやる？これみんな。みんなならどうやってやる？で、これクッソ簡単にクリアできる方法はまあいろいろあるんですけど、まあ、これ、いっちゃうんすよね。これいっちゃんいいやつですよね、これ。これがいっちゃんいいやつで、あとは、何やったっけ？いろいろあるんだけど、いろいろあるんですけれども、あ、もう何これ終わりじゃん。あ、俺スキル使ってねえっけ。これ何？これで終わりだもん。これで終わりだよ。これで終わりだもんな。で、ホンハットミッキーのボムの上にはバハミのコウモリが出てくるん。ほら。これ最強だよな。これ最強、マジで。これ最強だよな。もうだって、調整できちゃうもん。ボム移動できちゃうからね、これ。唯一最強と思える瞬間、これが。この積むの。早く終わりすぎて、ただの、あれだな。54とコインがクソもったいなかった、これ。で、他にもまあ、普通にバハミもやりやすいし、まあ、ジェダイとかも、自分で切りたいところ決めれるから、まあその辺もやりやすいと思うけど、他にさ、何いるかな？まあアナキン、まあできるけど、まあ、まあ、調整いるよね。ベーダーね。ベーダーとかもまあ使える。ね。ベーダー、バハミ、ジェダイ、ホンハットミッキー、バハミ。このぐらい？他に適性いるんかな？他に適性いる？ちょっと皆さんの適性を皆さん何位でクリアした？曲付きと曲なしで効果は変わらないです。曲がついてるか、曲がついてないかだけです。みんな持ってない。まあ、ホンハットミッキーとか持ってない人結構いると思うけどさ。何でみんなクリアするんかな？ラグミ？まあ、ボムたくさん出るやつがやっぱ有利なんかな、一応。まあでもさ、範囲が広いと、もう一個の方のさ、あの、ね。あれ、壊しちゃうじゃん。色変えちゃうじゃないですか。まあでもそこら辺もボムいっぱい出しとけば調整は効くか。そんな感じですかね。でもホンハットミッキーもむしろ俺初めて使ったよね。興味初めて使ったよ俺。これ別にバハミとかでいいもんな。コイン稼ぎできるし、終わった瞬間にコイン稼ぎできるし、まあ時代ルークとかもそうだけど、終わったらコイン稼ぎにさ、シフトチェンジできるからさ、モアナも確かにいいな。モアナ全部ボムに変わるからさ、モアナ確かにいいかもしれない。ゆうせいさん、まんまるさん、コマです。モアナ確かにいいわ。他になんか
イエンシットってどういうやつやったっけ。特殊ボム出るだけだっけ。あれも移動できたんだっけ。できないよね。なんかいろいろあったような気がするんだけどな。まああの星のさやつは意外とめんどくさいんで、まあ、なんでね、ホーンハットミッキー復活したら1体確保しておくとね、めちゃくちゃいいと思います。多分ハロウィンでね、あの復活すると思うんで、その時にみんな忘れてると思うからさ、ホーンハットミッキーホーンハットミッキーね、言うから、ちゃんと俺。これめちゃくちゃ使えるから。ジダイルークね、ジダイルークとダース・ベイダーも、切るところを選べるから、まあまあ使いやすいと思う。でも一直線上に並んだりとかすると、一緒に変わるから、調整は必要ですよね。ジョータローさん、どうもです。っていう感じかな。よし、まあ、まあ、タイム使ってないよね、これ。10550。デレラ、まあ、デレラもボム作るところを選べるから確かにいいかもね。なんだかんだ今回のピックアップラストショーの使い道がそれなのかもしれない。もしかしたら。デレラ確かにボム作れるところをね、選べるから。青色のツムを使って15チェーン。青色のツムを使って15チェーン。サリー?またやるの俺あれ。やりたくねえよ。まあそんな感じですね。まあ皆さんも星クリアしたいやつ、星みっこの星クリアするやつはね、あのまあ今言ったやつやってみてくださいよね。はい、深い笑みに包まれ、くじけそうでも今日